トルネード投法は野球における投手の投法の一つである。厳密にはオーバースローやスリークォーターなどの変種であり、独立した投法ではない。野も秀雄を振りかぶった投手が一度大きく、打者に背中を見せるまでひねりを加えながら、平身運動を起こし、そこから一気にボールを放つ。長所としては、体の回転及びひねりによって引き伸ばされた筋肉の反発作用により、 急速、9位が増す。また、玉持ちが長くなるためリリースポイントが分かりにくく、打者から見て打ちがたい。短所は一度保守側に背を向け体全体を大きく、使って投げるため、体軸や目線がブレやすく請球が悪くなりがちである。また、モーションが大きいことから走者がいる際には、盗塁を防ぐため使えない。二段モーションとして扱われる場合もある。 強靭な下半身及び高いバランス感覚がなければ、習得は難しい投法である。1990年に近鉄に入団した野茂秀夫が、この独特のフォームで活躍したことから、球団はこの投法を売りにしようとネーミングを募集し、トルネード投法の名前が決まった。その後、野茂はメジャーリーグに移籍し、 初年度から活躍したがメジャーでもこのような投法をしている者はおらず、トルネードはモヒデオの投法として現地の実況でも使われるようになった。このため、トルネードは日本から逆輸出された野球用語と言える。ありがとうございます。